さて、投げナイフ3本か。嵐はもう収まったね。で、敵の喋り声がしたから、あれ、まだ嵐収まってない。大丈夫かな。ここ遠くから見えてたんだよな、敵がいるの。デコイがある。これは使える。上か。車代わりにもなる。ガソリンを消費するよりよっぽど安上がりだ。あるいは防衛としても使える。まあ俺に言わせればその使い方は食料の無駄だがな。ファグリーは犬より食う割に防衛としては今一なんだ。まあ結局人間の最高の相棒は犬ってことだな。こいつらをペットにだな。勘弁してくれよ。まあ、そのうち慣れるさ。餌をちゃんとやってる限り悪さはしねえ。腹が減ってる時はお前を見つめ続けるぞ。どれだけ訓練を積ませててもな。マジか。見回りを続けよう。セラフが戻ってくるかもな。いないと寂しいぜ。みんな戻ってくるかもしれんがな。一人立ち上がった。ちょっとそこ明るいんだよな。夜が明けてきた。移動したかな。手前からやれんじゃないかな。ほい。ちょちょちょ、それびっくりするからやめてくれ。あれ、あ、消えた。真下の外にいんのかな。開かないドア、こんなか。ここから出れそう。あー、敵がいる。あ、サーチライトっぽいのがあるな。待ってよ、外から行くルートはどうなんだろう。おー、いた。はしごがある。よし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 。これちょっとまだ探索していないところ、前のエリアにあったんだけど、戻れるかな。
がテクノボーかどうか試してみるか。この上は見晴らしがいいから。くそ。ここでも狙えるぞ。次の休憩はいつだよ。まったく。やべえ、俺はもう終わりだ。俺が戻らなかったら誰が犯人かは一目瞭然だな。ちょっとここ通りにくいから建物の2階から外に出るか。この辺はいないよな。そこのライトを消したい。あ、そう、滑る。こっちから出ようかな。サーチライト。あ、ここまでは照らさないのかな。どう？アイテム探知かな。あれ、そこにいた敵どこ行った？多分真上にいるな。あれ、おらんぞ。はしごあったけど、もう一個上か。大丈夫かな。はい、大丈夫かな。お、てや、お、スナイパーのパーツかな。ライトが鬱陶しいな。中戻ろう。あ、こっからも行ける。なんか足音が近いんだけど。え、めっちゃ近い。どこにいる？これ発電機？え、どこ？あ、いたー。ありがてー。そこはぶっ刺せる。よし。ちょっとこの辺のアイテムを回収。アイテムをまだ探知してるみたいなんだけど、ちょっと遺品も回収しとくか。開かない。なんだこれ。あ、全部オンにすれば開くやつかな。え？ああ、なるほど、パターンがあるのね。え、なんか手がかりになるようなもんあったかな。まあ全パターン試せば当たるんだろうけど。違う。あ、当たった。あ、こっち開く。武器庫かな？ハンドガンがある。ほう。これ、サプレッサーではなさそう。
そんなところか。オッケー。さて奥の建物に回るか。オーライト。タイミングを見計らって行きたいんだけど、足音、今行けるかな。とっ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 と、今だ。あ、今もしかしてここをジャンプしたら上登れたかな。どう？まだ新しい船に感心してんのか？羨ましいぜ。頭いって。あ、消せない。そんなの貧乏人の夢みたいなもんだろ。ちょっとこっち行っちゃおう。開かない。おっと、そこは位置的に気絶。いい夢。バイバイ。あとあいつだけ？多分そうだよな。あ、いた。ほい。よし、オールキルかな。で、ああ、そこのゲートを開ければこっちの沼地に抜けれると。これレバーか。オッケー。あ、なんだ。ああ、あ、これ全部ファグリ入ってんだ。なるほど。これで進めるけど、未探索地点がちょっとまだあったから戻ってみるかな。戻れるのかな。ここ水門開けたならまたボートで元の位置に戻れるのかもしんないけど、ちょっと戻ってみよう。急に嵐来たせいでここのフィールドを全然探索してないんだ。てかモンスターが勝手に地雷に引っかかってくれちゃったから。お、あ、まだある。あ、あった。ええ、地雷処理の訓練を受けててよかったよ。あれ、思いのほかまだ残ってんな。あ、あった。これをな、地道に解除しておかないとまともにフィールド探索もできない。大丈夫かな。なんかあるかな。地雷なし。あ、戻れそう。
こっちは何？お？地元民？死んで匂いた。俺に話してるのか？当たり前だ。俺の兄弟がクソ野郎だって話をお前にしてんだ。ああ、車がうんたらかんたらの人だ。俺が取り分を奪おうとしてるって疑ってんだ。俺たちはライトトゥードライブっていう日本の高級中古車の販売機を経営した。一緒にゼロから事業を軌道に乗ったのに厄介くるでした。お銀行の暗証番号も半分に分かった。俺が半分、奴が半分覚えた。それが誇りだった。A のアンジェラは全部知ってたさ。俺たち両方ずっとオフィスにいるわけにはいかないしな。でも俺たちはお互いを信用してた。分かんだろ。だが奴は事業の半分を奪いやがったんだ。こんなネズミを食わされる羽目になるなんてな。うるせえな。それだけじゃない。正気も失ってるんだ。裏切ったのは自分じゃなくて俺だと言ってる。信じられるか。俺は元のあいつに戻したいんだよ。あいつの分の暗証番号を聞き出して店に忍び込み、金庫の中の書類を取ってきてくれるやつを探してる。その書類には誰が経営者かが書いてある。それに裏切ったのが俺じゃなくてやつだってことを証明できる。そうすればやつも正気を取り戻すさ。複雑だからよく聞け。いいか、俺の分の暗証番号は1234だ。絶対ダメだよ。やっぱり兄弟だな。やつの暗証番号を聞き出し、金庫の書類を持ってきてくれ。礼はさせてもらうよ。兄弟ともども仲は悪くなっているけど、暗証番号は同じ。ああ、じゃあ兄弟の片方がここにいたってことは、その車屋さんもどっか近くにあるよね。あ、ここっぽい。事務所？昔は事務所だったところ？あ、ぽいな。ここから入っちゃうぞ。うわ。うわ。ちょっと急にホラー感出さないんでほしいんだけど。ああ、モンスターおる？やめてくれよ。アイテムがありそう。え、死体どこ行った？ちょっと、あれ？あ、行けた。おお。え？え、なに、なに？おお。あ？え、これ？なんだこれ？ブービートラップみたいな。金庫はどこだ？
こっちは開かない。あった。ヘラケゴマ。ねえ、兄弟が求めてた書類だね。ゲット。よし、これで。あ、あれ？ヘラケゴマ。待って、今書類手に入ったから。こっそり見てみるか。これか、ライトトゥドライブ有限責任会社。会社の個人事業主はトゥトゥキナアン、あれあれ、アンジェラ、アンジェラって経理だって言ってなかったっけ。あれ、兄弟来てるんだけど。すいません。来たか。書類は持ってきたか。俺に渡せ。よし、渡せ。はっきりさせてやる。おい、もうお前の都合のいいように修正されてんじゃねえか。さあ、書いてあることを読め。嘘は通用しねえぞ。どれどれ。おお、ほら、見ろ。個人事業って書いてあるぞ。ちょっと待て。でも、なんで？トゥトキナ・アンジェラ・イバノフナだと？くそ、裏切ったのはアンジェラだったってことか。あの裏切り者！あばつれねえ！なんでそんな？あいつのせいで兄弟いがみ合ってたってことか？兄弟許してくれ兄弟。こっちこそだ。俺はなんてことをしてしまったんだ。俺もだよ。すっかり騙されちまった。なんでこんなこと気づけなかったんだ。あの女嘘つきやがって騙されちまったよ。もう過去のことだ。これからはきっと大丈夫だ。俺たちやり直そう。その二人で全部やり直そう。ゼロからな、昔のように。俺は兄弟もう行くよ。仲直りだ。あれ、俺は